こんな寒い気で麺が食べれにくいって、やっぱうまいのーって食べとったんですよね。堀岡嫁に来てから、原芸、いや、原芸という魚を覚えたわ。体自身、一匹自身、あの、柔らかいもんよ、みたいなね。とぼとぼと食べられる。とぼとぼってどういう？とぼとぼ言うて、ほほ。コラーゲンやから、ほら、とぼとぼやねんけ、コラーゲン。びっこみたいもんで。ね。今日は寒いから、原芸のすまし汁を作ります。水入れて、醤油入れて、あと一味でも入れたい、一味でも入れたい。あまり何も入れん方、本当の魚の出汁だけで食べた方が美味しいじゃね。それがすまし汁や。そうそう。長。元気じゃ何ちゅう切るが楽やるか思っただけや。中の腹の綿ないもん。簡単で、ちょっと頭落としてシュッと。あの包丁でこう、ね、腹綿をこっちさちょっとさそげでやしたらちょっと出てしまうもん、ね、それを原芸でもいい原芸やったらこう持っとうがね、その子もまたポツポツと数の子見ておいしい。あ、それは食べたことないな。そうけ、それがあんま何のこつもないがただじゃペタペタと切っておれんが、ほんでこれ早もう沸いたできたろ、沸いたきたらこっち入れる、早いもんよ。旦那さんも好きやった。それで、あの、そうそう。原芸食べて、いっぱい飲んどんがもう大好きやったわ。うん。今きゃ、あっち、あの世行ってしまったもん。あ、そうなんだ。ええ。あれ、いつ？去年の12月。あ、そうなんですか。そうそうそう、でどうなるっけ、順番にいかんならんたも行ってしまったもんね、迎えにも行かれませんもん、連れ戻されませんし、そうそう。じゃあ旦那さんによく元気汁作ってた。作りました。そうそう、旦那さんなんて言ってました。あ、じゃあやっぱ前の思いだ、前の捕虜が便やけんねやっぱ元気うまいわって言うとったわね。あごおいしいおいしい、あご落ちる。はい、わかりました。あご落ちる、あご落ちるほどうまいわ。いただきます。あ、はいはい、久しぶりに食べるのこの原芸のこれ、やっぱうまいわ、おいしいでございます。はい、はい、お父さん今日寒いから原芸煮だよ原芸うまい言ってはるわね、釈明王様お父さんや、ありがとう。どうかね、お父さんなんて言ってるかね。旦那さんはやっぱだいぶうまいのいとこからこれで100点やろうがね。